松本さんが撮影した映像です。午後3時26分、田老湾にはすでに津波の第一波が到達していましたが、堤防が食い止めていました。しかしその1分後、あれ、津波来たよ、早く逃げて、津波が来たよ、逃げて。早く逃げないと、津波切ったよ。意識を取り戻した松本さんは再び撮影を始めました。すでに引き波が始まっていました。建物の多くが瓦礫となり、沖合へと流されていきました。